この道は何回も通ってるし国道なんで大体出口があるっていうのは分かるんですけど、こう周りを見てもらって標識がない場合ね、住所が書いてあってもなんつうの、山の中でわけわかんねえと、そんな時は近くに大体山が周りに囲んでるようなところってのは必ず川があります。わかりますか。そうするともし自分が今進んでる方向が川と一緒に、おお86レビンですね。違う、トレノか。もうトレノだ。渋いね。並行して川があって流れが同じ向きだったら、下流に向かってるってことですよね。ってことはどういうことかっていうと、下流には集落あるんですよ。大体。ただ自分が行きたい下流かどうかは別だよ。そういうのが周りを見てわかると思うんです。で、なんでかっていうと、山から落ちてきた、染み込んできた水がこうやってまとまると川になるわけです。で、道路って基本平らだから、川の横に大体あるんですね。山の中にガン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 行くっていうのは経費はかかるし、もともとは集落ないから、山の中は。わかります?大体そんなもん。まあもちろん山の中に集落はあるけど、場所にはね。でもそこに向かって大体近くに川が流れてたりとか、要は水と、要は生活に困らないような施設があるわけですよ。自然の水源地とか。あとは生きていくためにはね、木切ってるんだけど、必ずどっかに畑があったりとか。そうやって、周りに必要なものとかっていうのを理解してくると、やがてもう少し見えてくる。で、だんだん見えてくると、例えばこの真正面、谷と谷が切れてる間あるでしょ。そこへ向かっていくんですよ、道は。だから、あそこを見れば、山と山がある。で、あっちにもね、必ず道はある。さあ、というようなことを踏まえて、走ってください。景色も綺麗だしね。そう。なんか発見がありますよ。そうすると、土地勘も少しは良くなってくると思うんですけどね。土地勘っていうか、その、方向音痴的な感じ?そう。あと、海風とかを覚えて、匂いとかね。あ、おしゃれでしょ?バスで、森じゃないけど。そうすると、ほら、バスが出てきました。はい。これは川桁っていう集落。これは谷沿いに向こう。画面の正面ね、あっちの方に、集落があるということですね。で、こっち、ほら、道がこうなってるでしょ。で、あそこ真正面にダムがあって、で、そのダムの方に、また左手の方に川が流れていくんですよ。え、そういうもん。そういうもんなの、見えないけど。そういうの勉強覚えて。そうすると何だろう、例えばね、ほら地域が密集して固まってくると、こうやって真ん中辺には学校があり、役所があり、郵便局がありって、なんだ町が形成するとかじゃないですか。で、ダムだけっていうところはダムだけなんですけど、向こうに川が流れてるからっていう。で、本流はうちらが今走ってますから、これ奥。で、真正面見ると谷が2つぐらいあるでしょ。どっちかをこの道が行くから、ほら、これ。まっすぐ行きます、俺ら。で、こんな感じになるわけですわ。それで、特に田舎行くとそうやって見るといいっすよ。じゃないとほら、集落わかんないけど、ガソリンも心配でしょ。俺の株だって、
ら40、50走るって言ったって、あ、これオーバーホールしてるからね、50は走るかなぐらいな、45ぐらい、45キロぐらい、ピストンもいいやつ入れてるからね、北子の高圧縮、よくわかんないピストン、そうそう、破翼で破翼、で、今ほら、谷をこうやってでしょ、そうすると、距離走れれば別にガソリンの心配しないんだけど、こうあった時、次どこにガソリンスタンドあるかっていうと、ないんですよ。谷の向こう、山の向こうだからで、頭で行ってほしいなって、その見ただけで分かるようなあの知恵を持ってほしいなってところですね。そう、俺はほら、さっき言った40、50走っても3リッター、正確に言うと 3.5 だけど、心配だから 2.78 ぐらいでは言える。要するに赤ライン手前ね。そうすると、ちょっと考えたときに、だいたい3リッターと考えて、単純にね、単純に3、4、12、120キロ、だから100キロを目安にいつも考えてます。で、会津若松にいたんで、福島までは持つ計算です。100、さあ、だから最悪予備タンクをひねるような感じ、坂道ばっかりやったら。そう、それと大体道ってうまくできてて、あの山の頂上を行く場合以外は大体山越えたら下へ下るんで、わかりますよね、峠、山登りは別上げ足とんないでそんな具合です。だもんで大体あの峠ってのは半分までが山場、最悪あとニュートラで降りてくる、こういう平らな道が怖いのよね。前村上の山の上で、ね、ガソリンなくなって、あ、いや、パンクしちゃって押して帰ってきたことがあるんですけど、スタンドまで結局25キロぐらい歩いたからね。ほいで坂が一瞬の5キロだけだったね。バーストしたもんで重い重いそんな具合ですね。もう紅葉が始まってますね。今回の紅葉はどうかな、急に冷えてくれて嬉しいですね。今年の紅葉はいいよって話になるんで、そろそろ冷えてくると思うんで、案外いいかもしれないですね。昨日も富士山初冠雪、未公認であったしね。はい、そんな具合でございます。じゃあそのまんま谷の合間を縫って、で、あの真正面、あの噴火した後、あれをかすめて、右手の方に曲がっていきますので、はい、それではとも一本道の115号線でございました。バンダイアズマスカイラインから降りてきた時の仙台方面への抜け道なんですが、最近の Google マップは大したもんで、一番速いルートができておりますっていうか、それを出してきます。このフルーツライン、県道、福島県県道5号線、はい、これで飯坂温泉方面に行くんです。そう、ショートカットできるんですよ、福島の街中を。そう、これで13号っていう福島から山形方面に行く国道を突っ切って、これでもって、飯坂温泉をまたさらに突っ切ってっていうか、ちょっと曲がって、それで、伊達政宗の伊達っていう福島県伊達市の、またそこもかすめての北側をね、それで4号線に出るという、なかなかね、あの山手の、ショートカット大したもんで、いい道です。周りの風景もこんな感じです。信号も比較的長いので、そうそう光らないです。失礼、結構長めいい感じです。普通はねもうここで引っかかるんだけど、引っかかんないです。はい、飯坂温泉まで13キロのところで、ひとまず失礼いたしますと。
高温泉の矢印の通りに来るとここまで来ます。もうちょいでね、飯坂温泉ですね。これね、まっすぐ行けないの、温泉バラモンでね、中心、温泉の中心ですね。でこれを右に曲がって、道なりに左の方に曲がると信号と、飯坂温泉の駅ありますから、でその飯坂温泉の駅にすぐ横に橋があるんで、それを渡ります。そんな感じですね。後ろでハーレーっぽいドカドカした音が聞こえますけど、さっき抜いたやつかな、なんかよくわかんないけど、じゃあちょっと行ってみましょうね。これを曲がります。旅人、いいっすね。名前がおしゃれですね。そう、これを曲がるんですよ。これがね、ファミリーマートと飯坂温泉駅っていう駅なんですね。で、ここの信号を右折です。ロペス・ルイス様、R&R でしょうか。で、ここはパチンコ屋で、奥が箱湯ですね。450円だったかな。俺のおすすめはね、この川沿いにあるんですよ。行くと分かりますけどね。そう、道路からね、川底へ降りてくる。その川底の温泉です。これを右ですね。これで温泉場から徐々に離れていきます。これで、国道4号線沿いの、信号まで、道なりにまっすぐでございます。あ、楽勝っすね。家は近いそんな具合でした。またまた後ほど、道なりにまっすぐ来ております。で、ですね、言うの忘れてたんですけど、途中で氷という桑という字に折れる、そうそう、ツーパスターの折れたの折れたんですね。氷という町の方に向かいます。4号線とか書いてないんだよね。道なりにまっすぐなもんで、そうしてもらえればいつの間にかついちゃうからいいんだけど、伊達なんていう文字が目に入って、いや4号線沿いの伊達じゃねえのかみたいな、その通りなんですけど、もっと北の方に出れるんで、そっちへまっすぐ行っちゃってください。そうすると4号線って多分ね、出ると思うんだよな。もうちょっと待ってくださいね。あそこの前の標識まで走ってきます。どんな塩梅かな。まあ本当道なりなんでね、途中狭かったんだけど、最初温泉場抜けるまでね、抜けたら広くなるんで、そう、こういう桃畑の間を取って、リンゴ畑とかね、いっぱいリンゴね、そう、これで徐々に進んでいきます。これもリンゴかな？そうそう。梨もどっかにやってましたね。そう。で、春先はあれなんだっけ、5月だけか。そう、ビルフランス、いや、ルフランス、あ、氷ですね。氷で4号線出ます。あと5キロ。こんなんばいですね。飯坂温泉から10キロ足らずで4号線に出れますから。はい、こんな感じです。はい、今ね、4号線を出る1個信号手前、見てすぐ分かると思うんですけどね。後ろがね、なんだろう、伊達のね、市役所だったのかな。あと、おしゃれなね、昭和の建物。信号がね、変わっちゃったもんでね、そう、スイッチ入れてる暇がなかったんですよ。で、そこをね、4号線と同じように仙台方向へ曲がるんですわ、左。4号線を左に曲がってもいいんだけど、やっぱりこう街中を走るといいでしょ。
気持ちがね、これ今映ってるけど、その割に街中の割に信号がこういいんですわ。あそこみたいな感じ、まあ坂道が余計なんだけど、栃木の、田舎道みたいな街のね、そうそうそう、栃木市の外れみたいな、そんな感じの、街並みでございます。これもね、まっすぐ行くんですよ。そうそう、4号線と平行、9の4号線ね、簡単に言うと。はい。で、郡駅とかを過ぎまして、コートにかすめて、あそこへ行きます。国見というところ。はい。道なりにうまく行って、間違えなければね、道なりで行けるんだけど、間違えないで、細くなったりしてるから。一応、奥州街道ね。さあ、おいで、あそこへ出れるんですわ。もう4号線のところに出るから、そう、信号で止まったりとかって考えなくてそんなにいいんで、うまくいけば国見町の役場のそばまで行くんだけど、まあ、ちょっとその辺は、また後ほどで、俺が間違えるかもしれないからとにかく道なりに、走ってくださいというところですね。はい。なんかいきなりこうガイドになってますねいやいや、まあ特にあれなんですけどね、観光名所があるわけでもないんだけど、昔のこの街並みをこう見ながら、昔からのね、はい、いいかなと思って、そんな具合でございます。ではでは、まっすぐ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 、はい、行きましょう。